これも話したかったのよ、新曲について。ちょうどタイムリーなので、ついこの間初披露だったんですけど、見てくれましたか？あーって何？そうそう、ありがとうございます。いやーね、これは賛否両論あるだろうなーってまず思いました。最初に。だから多分メンバーもみんなワオってびっくりしたと思うんだけど、で多分まだびっくりしてるメンバーもたくさんいると思うんだけど、もう私の中ではもう解釈というか、この歌詞の何意味真の部分みたいなのを、まあ、はこれだって思えたから、すごい逆に好きな曲になったんですけど、まあそれがツイッターに書いたことなんですよ。ただ140文字とかしかないので、いやまあツイッターブルー使えばもっと書けるんですけど、ちょっとあんまりねブルーに頼らず、私は140文字の X の世界で生きていきたいので、短めの言葉足らずにはなっちゃったかもしれないんですけど、そうなの、まあすごいさ、だからタイトルも衝撃的だし、まあ、恋をしてしまったっていう、なんか恋愛に対する、恋愛っていう部分が一番その取り上げられてはいるけど、なんか決して全然それだけじゃない歌詞だと私は思うのよ。まあ、きっとだから話題になるのは絶対その部分だし、秋元先生もあえて話題になるっていう意味で、そういうねセンセーショナルな歌詞にしてくれたんだと思うんですけど、でもなんかねすごい読んでいくと、そのなんだろうな、なんかアイドルも結局そう、普通の女の子の面って絶対にあるじゃないですか。ここでしか過ごせない景色を、見れない景色を見てるって分かってるし、それが恵まれてるってすごい分かってるんだけど、で自分で選んで入ってきた場所だって分かってるんだけど、それでもやっぱこっちのアイドルじゃなかった時の世界線はどうだったんだろうって多分みんな思ったことがあって、なんかそういう意味で、あアイドルじゃなかったらステージ飛び降りて普通の子になれたって、私そこの歌詞がすごいなって思うんですよ。そう、でも、もうあれ、ノンセスナーズのもう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージ飛び降りて普通の子になれた、ここって別に全然恋愛のことを言ってるわけじゃなくて、なんか全てにおいて、でももう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があればって、結局全てを捨てられる、まあ勇気はないんだけど、全てを捨てられないし捨てたくないのよ。だから私たちアイドルっていうのはステージから降りてないわけ、その今なんて言ったらいいんだろうな、卒業発表した人たちが捨ててるって意味じゃなくてね、マジでそういう今まで過ごしてきた何年間とかの中で、あ普通の子に戻りたいって思ったとしても、それでも捨てられないものがあったから、みんなステージにずっと立ち続けていたって、で今も立ち続けているって思ったら、なんかアイドルってすごくない？強いしかっこいいなって私はめっちゃ思ったんです、この歌詞で。でしかも特に好きなのは、なんか D メロもあんなにも憧れてた歌って踊れる日々を、こ
この歌詞がもうすごくわかる。そうなの。どんなに辛くて普通の子に戻りたいってもしなったとしても、でもあんなにも憧れてた場所に今自分がいるって思ったら、やっぱり全てを捨てることなんてできないっていうアイドルの強さが歌われた歌詞だと私は思っています。し、なんかその強さみたいなのを象徴してるメンバーがやっぱゆいゆいだから、ゆいゆいの表情とかもめっちゃ良かった。最初のあのゆいゆいがマイクを置いてすごくなんか悩んだ切ない顔でステージに立ってるアイドルたちを見る、あそこの表情とかもめちゃめちゃ良かった。なんでなら、もう完璧なアイドルのゆいゆいでさえもしかしたら普通の女の子に戻ってたらどうなってるんだろうって思うことがもしかしたらあるかもしれないじゃん。わからないですけど、そういう側面でもあのメンバーのことを見てみてほしいっていうなんていうの、あのゆいゆいでさえこういう表情をしてこういう悩みを抱えている可能性があるかもしれないっていうことに気づける曲なんですよね。気づけよって言ってるわけじゃないよ。それはもう見方は人それぞれなので。だけど私はそういうところがなんかね、人間らしさ、アイドルの人間らしさみたいなのも現れてるなって思います。でさ、マイク置いてこうちょっと悩んだ表情とかでずっと歌ってるんだけど、あの D メロ落ちサビ終わってみんながバーって手で出したマイクを拾った後はもうあんなに晴れ晴れとした顔で歌うわけじゃないですか。結局私はアイドルとして何頑張っていくわっていうなんか決意みたいな表情がうまい。本当にアイドルになってよかった、卒業すると聞いたい絶対それまでは誰も好きにならない、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるの、それまでは誰も好きにならない、アイドルなんかじゃなければ好きだと伝えられるの。なんかそうそう、だから一つのなんか劇舞台を見てるようなフォーメーションになってるのが今回すごいいいなって思います。なんか感情が入りやすい。そう、アイドルであることを選び続けるのってかっこいいし、ちゃんとそれをやりきって次のステップに羽ばたいていく人たちもかっこいい。確かにね、フルでね常に歌いたいですね、あの曲は。絶対さ、その一番とかのさ、まだ悩んでるよっていう歌詞の部分だけがもう切り取られてわーって賛否両論起こるのをもう分かってるので、まあでもそういう狙いだとは思いますから、それもまたなんか AKB だからこそ AKB らしいなって思います。
やでも秋元先生やっぱすごいわって今回もなった。アイドルのその普通の女の子の面の部分をこんなに描けるってすごい。だからそういう面、そういうなんか解釈で一回聞いてみてください。って感じ。